2-1-2 1曲、レーブルフブルースバンドお届けしましたが、セカンドショーは、数あるオリジナルの中から寺中名人名曲アルバムという形でお届けしたようです。いかがでしょうか。Thank you.
Thank you.
Thank you.
んでいただけますでしょうか。大丈夫ですか。かなり長くやってる、70年代に生まれた名曲でございます。今日は当時の歌詞で歌いたいと思います。
ありがとうございます。はい。名人大丈夫ですか。かなりあのクタクタではないかと思うんですが。ちょっとジョーの漫談を聞いてちょっと。やめてくださいよ。大変なんですから。大変なんですから。何もあのネタはないですけどね。まあでもさっきあの花粉がどうのこうのって言いましたけどね。まああの皆さん花粉の方も結構多いと思うんですけど、私もねさっきも言いましたけど、一昨年突然なりまして、なんだっけ。松とか杉とかブタクサとかいろいろあるんですよね、種類がね。どうやらそのブタクサってやつに当たったみたいで、当たったみたい、はい。もう突然目がショパ大変なんですけど、あの悔しいことに家族誰もなってないんですね。で、私だけがなってまして、なってない人はこのなった人の苦しみは全然わかんないので、何を情けねえこと言ってやるんだよみたいなね。私もね、一昨年まで言ってたんです、そんなことは。まあ、おととしまでか、ね、健康に気をつけてればそんなことはなんないよって言ってたらね、自分がなったらもう本当どうしようもないですね。まあ、本当そんなことよりも、ごめんねんな。何を話そうかな。まあ、こんだけ話せば。あ、一つ、忘れてました。なんか忘れてるか、何が。いや、今日ですね。両国国技館でアントニオ猪木さんはお別れ会をやっておりまして、私も今日のステージがなければ絶対行っておるところなんですが、はい、それはね、やっぱり猪木を取るか寺中を取るかという、いやー、まあ、どうしよう、いや、まあ、やっぱその、ね、先に決まったもん勝ちなんで、この世界はね、はい。まあ、代わりにうちの息子が珍しくスーツ着て、さっき写真を送ってまいりました。ものすごい人数みたいですけどね。まあね、そんな猪木さんも死んじゃったけど、まあその名人なんかもうその闘魂をね胸に秘めて、もう演奏に生かしておるところですよね、我らはみんな。はい、この道を行けばどうなるものか。迷わず行けよ。行けばわかるさ。浸透するもん。はい、すいません。そうだよ。どう突っ込むか今考えちゃってね。一歩踏み出せばその一歩が道となる。うん、あれ猪木さんのね、東京ドームの最後の試合の時、勝ってわーっ。この道を行けば。すごい。いきなし ね、 きなしね、うん。現場にいましたけど。はい、まあ、今日もね、そんなことずっと話しながらね、本番前に、なんかね、むちゃくちゃな人だったよね、みたいな話を。したり、WBC の話をしたり、ね、大谷翔平がすごいななんて話をしながら、今日お伺いしておりますが、こうやったら俺は何をやるか決めなきゃいけないんだよね。そうね。なんか聞きたい曲があればそれをやるってのはどうだろう。ああ、うん、そういうのなんかお客さんの中でこんなの聞いてみたいとかね、言ってみていただければ、かなりの確率でやる予定でございます。まあ、ちょっと何もご意見がないので、僕も名人独断と偏見で決めてください。行ってみようか、そういうベタなところから。
Yeah.